渡辺清と、小渡辺清明治37年12月30日は、江戸時代末期の大村藩士、明治時代の官僚、政治家。元は異名を、竹勝、通称を清左衛門と名乗った。号は東山。福岡県令、元老院議官、貴族院議員、福島県知事を歴任した。また家族に列し、男爵に叙された。肥前国大村に、大村藩士、渡辺巌の長男として生まれる。弟の渡辺昇と共に、明治維新の志士として活動した。鳥羽、伏見の戦いの直前、大津から京都に侵攻する、旧幕府軍を阻止するために、大村藩兵50名を率いて、大津に入るが、他藩は出兵を躊躇したために孤立してしまう。しかし、渡辺ら大村藩兵を大軍と誤認した。旧幕府軍が大津への進撃を断念したため、京都を挟み撃ちにする旧幕府軍の戦略は挫折し、そのことを知った新政府から大村藩は戦後に厚遇を受けることになった。江戸城総攻撃予定日の前日に英国公使ハリー・パークスと会見し、パークスが江戸攻撃には反対である旨を西郷隆盛に伝えた。戊辰戦争では統制軍官、大津伊藤総督参謀として従軍し、いわきの戦いなどに参戦。その功により、明治2年6月2日に、小天禄450石を受けた。続いて6月10日には、三陸巡察使付属と、いわき巡察使付属を兼ねた。同年中に巡察使が、あぜちに変更され、さらにあぜち府が設けられると、渡辺は、三陸領いわきあぜち府の砲丸となった。明治に入り政府に出仕し、長子民部官憲判事、道憲大、進、民部大、進、伊豆原県県知事、大倉大進などを歴任。明治7年9月、福岡県令となり、同14年7月まで務め、退任後に元老院議官に就任。明治20年5月24日、戊辰戦争の功により、男爵を除爵した。明治23年7月、貴族院男爵議員に選出され死去するまで在任した。同年10月20日、近景官志向に任じられた。明治24年6月、福島県知事に就任し、同25年8月に退任した。その他、高等法院予備裁判官などを務めた。ありがとうございます。